どうも、いのです。ピンポン。はい、今回はですね、パステルさんで大量の商品を注文したので、久々にルックブックをやっていきたいと思いまーす。でですね、ちょっとあの動画始まる前に一つ、皆さんにちょっと伝えたいんですけど、こちらですね。こちらは、自分でもびっくりしたんですけど、写真のアルバムを整理してたら、なんかちょっと写真がぶっ刺さったみたいで、その時はね、気づかなくて、時間差でちょっと気づいて、今、絆創膏が二重になってるっていう感じなんですけど、もう大丈夫なんで、気にしないで。この動画気にしないでいきましょう。はい、今回はこちら。人気の韓国通販サイトのアプリ、パステルさんで商品を購入しました。はい、こんな感じでコスメとファッションが簡単に見つけることができるまとめアプリでして、入店数はですね、なんと1000ショップ以上あるみたいなんですよ。なのでね、好きなね、あ、自分が好きだなと思うカテゴリーとかがいっぱいねあるのでね、これね、めちゃめちゃね、私も買うときすっごい悩みました。でですね、ホームをこうやって下に行くと、注目新規ショップっていうところがありまして、毎週ね、新しいショップがアップデートされるらしくて、たくさんのブランドが一つのアプリで見れます。こんな感じですね。すごくない？いっぱいあるので、商品ごとショップごとでこうお気に入りですね、これショップ、私も入れてるんですけど、商品だったりとかっていうのもできるし、ランキングもね、こんな感じで見れるので、何が人気なのかなっていう分からない方とかはここでね、一目で分かっちゃうので、あ、これ人気じゃんと思ったら、とりあえずね、そこポチッと押しちゃえば人気商品だったり人気ブランドが分かるので、すっごいね、助かるようになっております。はい、そんな中で私がね、可愛いなとか気になったなっていう商品をたくさん買いまして、本日は1週間分の冬のルックブックを紹介していきたいと思います。7日分です、たくさん商品を買っちゃったので、早速紹介していきたいと思います。レッツゴー。はい、それでは早速7日分着替えていきたいと思います。1コール目、これです。こんな感じのセットアップ全然このままでもいいんですけど、一つね、アイテムを加えまして、やっぱマフラー、この時期ね、大切ですから。もうちょっと髪の毛が短かったらちょうど可愛いかもしれないんですけど、ちょっと伸びちゃったんで、マフラー、あ、黒いマフラー、ダブル首輪あったからなんで。はい、こちらはですね、女子会コーデです。前ちょっと甘すぎずで、今ちょっとニットで、こうちょっと体のラインね、出るちょっとニットで、ちょっと大人っぽくなんですけど、ちょっと淡い色もちょっと取り入れて、大人可愛い感じでしました。あとはまあバッグとか、まあ帽子とかね、作っていただいて感じです。じゃあ2コール目、冬になるかもね、いっぱい入る。お次はですね、はい、2コーデ目はこんな感じです。ちょっとシンプルなんですけど、カフェコーデですね。カフェでまったりコーデっていうことで、まずね、タイトスカート、やっぱ韓国といったら私はタイトスカートのイメージが強いので、こういう感じのタイトなんですけど、まあ、カフェって言ったらみんなやっぱ白とか、ちょっとまあこういうモカっぽいね、あの色、まあ、茶色だったりというのが浮かぶと思うので、ラテカラーでまとめたこういうコーデにしました。これもね、全然なんかパールのバッグとかあっても多分可愛いと思うんですけど、こういう感じでございます。でですね、これね、袖の部分がこういう感じでダボっとちょっとねしてる感じのデザインになってるので、グラスだったりとかカフェでね、みんな多分写真を撮ると思うんです。その時に服まで映えちゃうよっていう感じのポップスになっております。こんな感じです。行ってきます、カフェ。はい、じゃあ着替えます。トレンド、トレンド、トレンド。可愛い、これ、可愛くない、めっちゃ可愛い。お姫様、はい、3コーデ目はトレンドの入ったコーデでございます。今のトレンドカラーがラベンダー系と、これちょっとあのオレンジ系ということで、私はね、いつも
まあ、割とラベンダー系を買うことが普段多いので、ちょっといつもと違った色に挑戦したいなということで、今回はオレンジをこの機会に購入しました。意外とね、ダボっとしてるので、こういうスカートともあってすごい可愛いです。え、このスカートめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？こういうさ、こういうなんかニットとかでも合うし、ちょっと後でこれもけつと着回しするんですけど、その時も合うんです。これめっちゃ可愛い、超万能。これはね、白のスニーカーとか、まあ、あの帽子とか合わせてちょっと抜く感じに着てもいいと思うんですけど、結構スカートがガーリーなので、そのガーリーに寄せたかったらもうローファーっぽい、ローファー寄りのなんかちょっと厚底ブーツと、てかなんかちょっとアイテムを茶色でまとめたりとかしてもね、可愛いと思います。ただね、結構トップスがあの派手なカラーなので、それをねちょっと意識して、小物とかも割とちょっと白とか、ちょっとあのこれが目立つようなね、生かしたアイテムを使うといいコーデになると思います。お次次ですね、こちらまた着回ししていきますよ。これめっちゃ可愛いから、本当にはい、4コーデ目は友達と遊ぶコーデでーす、はい、私はね、いつも結構、まあ、みんな知ってると思うんですけど、ロング丈がすごい好きなので、割と今回もこのちょっとロング丈多いんですけど、まあ、やっぱこういうトレーナーとか合わせると一気にラフになったりするんですよ、こういうガーリーなスコートでも。なのでこういうのでちょっと抜いて、あとニット帽ね、ベレー帽とかでも可愛いですけど、トレーナーとかと合わせるんだったらね、ニット帽とか、これこそそういう白のスニーカーとかでも可愛いと思います。でこのトレーナーが2870円なんですけど、すごい裏肝で、これね、アウターなんて着ちゃったらもうすっごいあったかいんですよ。すごいあったかいんです、中も。でここね、このねロゴのデザイン、まあ、パールはね皆さんパッと見ですぐ分かると思うんですけど、このねデザインまで凝られてて、凝ってあるデザインですごい可愛くないですか？ちょっと冬っぽい感じ。え、かわいい。しかもね、若干 A ラインっぽくなってるからさ、すごいかわいいさ、シルエットになりません？こういう風に着たらかわいい。これめっちゃお気に入り。じゃあ遊びに行ってきます、ショッピング似合わないと勝手にね思って、黒の商品を結構避けてきたんですよ。なので多分ファンの方もね、意外と黒とか着ないなっていうイメージと違うんですよね。 T シャツとかは結構黒着るんですけど、ワンピースとか黒髪っていうのもあるんですけど、重くなっちゃうっていうので割と避けてきたんですけど、新しく2022年になったということで、いろんなことにもね、いろんなものに挑戦したり、ちょっとそういう苦手なものに克服したりとか、黒とかのそういうアイテムにもちょっとね手を出していこうかなと思いまして、やっぱり引き締まるから細く見えたりとか、しかもこういうちょっとマーメイドっぽい感じのデザインなので、余計にスタイルがよく見えたりとかするので、しかも上に明るいものを持ってきてるので、よりねスタイルもスタイルアップ効果があると思います。大きい襟も、しかもここね、私の骨格的にここのデコルテが空いてるとスタイルがよく見えるんですよ。多分私上半身がストレートで下がウェーブなのかなって多分教えていただいたと思うんですけど、ちょっとまた今度ね自分でも行ってみたいと思います、ちゃんと。なんで多分ストレートの方はここがね空いてるお洋服を着るとよりその骨格に合ったので、すごいスタイルがよく見えたりとかするので、このデコルテが空いてたりとか、ぜひ参考にしてみてください。次のコーデ、こちら大人コーデでございます。でもとことん黒に挑戦するって決めたっていうことは、もう全身真っ黒も着こなせなくてはいけないと思いまして、こちらのコーデをまず選びました。まあ、なんでこれは大人っぽコーデっていうテーマもあるんですけど、私がねちょっと黒を克服したいっていうコーデも
ありますね。なんでちょっと大人っぽい感じでシックな感じなんで、まあ黒なんで靴とかバッグとかそれこそそういう小物とかは、まあ、ここにね白のフリルがあるので白とか使っちゃってもいいし、逆になんか私ベレー帽とかだけでもなんか色物持ってきたい人とかなんで、一個ね色物あっても多分可愛くなると思います。赤を合わせるのは何を着たらいいですか？でもせっかくだったらこのスカートの形を後ろからでも前からでも見せたいので、これくらいのね丈の、まあ、もしくはこれくらいの丈のアウター、私だったらでも白持ってきちゃうかもしれない。全身真っ黒はまだ自分にはちょっと大人すぎちゃうって思っちゃうから、まだねその17歳っていうこともやっぱ活かしたいコーデなので、私はちょっと白とか持ってきちゃうかもしれないです。ちょっとだけ大人化計画したいの。17歳はもう17歳ラスト JK だってやばー。ということで最後着替えたいと思います。はい、最後デートです。はい、やっぱデートはね私的にはやっぱワンピースとか明るめのねものを持ってくるっていうなんか勝手なねイメージがあるんですよ。でやっぱりまあそれぞれね自分の好きな系統とかあると思うんですけど、私はまあもともとこういう系統好きなんですけど、彼氏の前とかだとよりね女の子を意識をしてほしいのでちょっと可愛くいきたいんですよ。なんでやっぱワンピースを選びました今回も。ありがとうございます。でもねこれもこういう感じでちょっとボリュームが出てるので、やっぱ冬とか寒い時期ってアウターでどうしてもこういう袖の部分のデザインだったりとかって隠れちゃうんですけど、まあね隠れててもここにデザインあるし可愛いんですけど、脱いでも可愛いよっていうね、袖はね全体的に腕にね可愛い感じのデザインがたくさんなので脱いでも女の子でいられます。可愛い、いいねいいね、可愛いです。とてもはい、こんな感じ7日分終わりました。ありがとうございました。はい、ということで冬の1週間ルックブックどうでしたか？いや本当に今回のパステルさんでたくさんね商品を買わせていただいたんですけど、どれも本当に可愛くて、アプリでねこうやって見てる時も本当にね可愛い商品本当にすごいたくさんあって、すっごいね悩みまくりましたので、皆さんも時間をかけてゆっくりとねもう見ないと本当にね可愛い商品がどん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 埋もれてますので、皆さんもぜひたくさん探してください。パステルさんに入店しているショップはですね、信頼できるところが厳選されているので海外配送が不安な方でも安心して利用できます。そしてですね、最近アプリがアップデートされてスタイル別の、おすすめショップや韓国のトレンドなどの情報もたくさん多くなっているので、皆さんも可愛い商品をたくさん探してください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバイ。